皆さんこんにちは、ファクトリーギア TV 工具好き。はい、今日のテーマはこちら、ドン。いやーっと入ったドイツからの工具シリーズ。はいっていうぐらい本当に大変だったのよ。あのね、人気が出すぎちゃって、クリペックスのね、プッチ社長もね、いや、まさか日本でこんなに人気出るとは思わなかったなってね。だから俺言ったんだよ、クリペックスのプッチ社長にも何年も前に、やったら売れますよって言ったのに、いや、アメリカとかヨーロッパだね、そういう需要はないねとか言って作らなかったのに、作ってみたらこのありさまっていうことで、もう本当にお待たせしてる皆様本当に申し訳ございませんが、入ってまいりました、ドイツのクリペックさんの工具のご紹介をしたいと思います。まず最初はこちらでございます、ドン、ね、これね、今言いました通りですね、前工具の本の Q&A のコーナーで、もう日本でネジザウルスっていう工具がめちゃくちゃ流行ってるんで、クリペックさん作ってくださいっていうのをね、本当に要望したんだけど、その時はなかなかね OK していただけなかったんですけれども、ついにクリペックさん本気になって作っていただいたこちらのですね、まあクリペックス版のネジザウルスみたいなもんですね。まあネジがこう頭丸まっちゃった時にこうやって加えて回すことができるっていうものなんですけれども、こちらですね、なんでこのスリップジョイントっていうかっていうと、ここを押すとですね、これ横にずれるんですね。なので4ミリから22ミリまでこう縦にしてこう回せるとっていうのが最大の特徴でございます。でさらにこちらにある縦溝だけではなくて、横にもこのような溝が入ってるし、クリペックスお得意ですね、平行四辺形状態で、ここで丸物も回せると、かなりですね緊急脱出用にいろんなシーンで使えるプライアートっていうことで、もうみんな欲しい欲しい欲しいってなったんですけれども、生産追いつかなくなっちゃって、とんでもない数の予約いただいてるんですけれども、今回もかなり大量には入ってきますが、今我々が得てる情報では2022年6月末から7月に入荷してきますが、次回はなんと2023年の春頃まで手に入らないということで、まあ半年以上待たなきゃいけないということになってしまうのが一つと、もう一つはご承知の通りですね、今ものすごい円安が進んでいるんで、次回同じ値段で買えるかどうかっていうのもかなり怪しいということで、今回入ってきたこちらのスリップジョイント、このタイミングでゲットされるのが一番いいんじゃないかなと思いますので、これ本当ね、最新情報でございます。ついに入荷しましたよということでございます。そして次はですね、こちらの2つのセットでございます、ドン、ということで、これはね、もうね、クリペックスといえばというような人気商品3つをセットにしまして、オリジナルのトレイを作りまして、さらにここにクリペックスのロゴを入れて作ったファクトリーギア限定のセットでございます。一個一個足してってね、買うっていうことももちろんなんですけれども、こういうふうに最初からトレイに入ってると工具箱の中にもすっぽり入りますし、何よりもですね、設定されている価格自体も非常にお得になっておりますので、このね、人気の3種類のクリペックスが入ったセット、こちらもようやく揃いましたというものでございます。でね、2つあって何が違うんだっていうのをちょっとね、一個ずつ比べてみたいと思うんですけど、まずね、同じコブラでございます。コブラなんだけれども、よく見ていただきますと、こちらかなりスタンダードのコブラで、こちらはですね、エクストラスリムっていうことで、くちばしが非常に長いんですね。でこちらはまあ段階的には同じなんだけれども、まあ、細かく設定して掴むことができると。でこちらはまあコブラの中でも最新というか、まあ最新でもないんだけど、まあ、こうやって開いた後に好きなところに合わせて使えるということでございます。でこれはもう本当にね、昔からのずっとコブラの顔なんで、どちらかというと電気屋さんとか建築現場なんかでずっと重用されているコブラでございますね。次はですね、いわゆるレディオペンチね、ラジオペンチですけども、まあこれね、ラジオペンチ、日本ではラジオペンチって言ってるけれども、まあドイツなんかではあんまり言わないんだけど、最近はね、クリペックスの人も日本人があんまりラジオペンチ言うもんだから、レディオペンチって言うようになったっていうね、つい日本がドイツを動かしたぐらいの感じになってるんですけども、まあこちらの方はいわゆる普通のですね、160一番人気があるラジペンなんですけど、コンフォートグリップなんでかなり強く握れますというペンチがセットされています。でこっちはこう
スリムな、もので奥まったところなんかにもアクセスできる。ここがね非常に細くなってるっていうのでこれ人気のラジペンでございます。でグリップがコンフォートじゃなくて細いのでこちらも狭いところでグリップが邪魔にならないということを想定して作られているものでございます。で最後のニッパー、ニッパーはですね、まあ強力ニッパーということでピアノ線が2ミリ切れるものでクリンペックスお得意の硬いものがガツンガツン切れるっていうニッパーなんですけど、こちらの方はコンフォートグリップでこちらはコンフォートじゃないリップグリップなんですけれども、まあ、力はどっちが入るかというと圧倒的にこちらの方が入ります。ただこちらの方はスリムなグリップなので狭いところでも買うことができますよというものなので、イメージとしてはですねこちらのセットはどちらかというと電気工事屋さんですとか、まあ、インダストリアル工場の機械のメンテナンスなんかされる方なんかに重用されているセットでございます。でこちらはですね、なんといっても、オートモーティブ車とかバイクとかその辺のメンテナンスのメカニックの皆さんに非常に人気ということで2つの異なるセットなんですが、これもクリペックスの黄金セットなので、クリペックスまだ使ったことがないっていう方ももちろんですし、だいぶちょっと古ぼけちゃったなっていう方で新しいの欲しいなっていう方なんかにも非常にお得なセットになってるんじゃないかなと思います。で繰り返しますけれども日本本当に大変なことになっておりまして円安なので価格ねこの後安くなるってことは考えにくいんじゃないかというふうに思っていますので、今本当チャンスというか今買っといた方がいいんじゃないかなっていう時期でもあります。2022年7月、皆さんですねこの機会に欲しいものがあったらですねちょっとねちょっと頑張って買われた方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。わかんないですよ為替のことなんで。でも今こういう状況ですのでなるべくお早めにご検討いただければというふうに思います。ということで今日はですね今までずーっと入りたかったけれどもやっと入ってきたドイツ工具ということでご紹介いたしました。それでは皆さんさようなら。